オニ・フュステル・ド・クーランジュは、19世紀のフランスの中世、学者。祖先は、ブルターニュ出身で、父や祖父は、海軍士官を務めた。パリで生まれ、生後1年3ヶ月で父を失う。1853年にエコール・ノルマル・シュペリウールを卒業すると同時に、アテネ・フランス学院の研究生に選ばれ、2年間を、アテネで留学した。 この期間で、彼が最も好んで訪れたのは、キオス島であり、それは、諸女作、キオス島についての覚書として結実した。帰国後、5年間を中学教師として過ごし、1860年には、ストラスブルク大学の教授に任命された。代表作、古代都市は、大学で行われた連続講義によるものであったが、当時クーランジュは、 無名で、当初は600部の自費出版であった。1870年に教育大臣で、歴史家でもあったビクトール・デュリュイに推薦され、母校のエコール・ノルマルの教授に就いた。1875年に、ソルボンヌ大学に転じ1880年には、エコール・ノルマルの校長となり、1883年に、ソルボンヌに復帰した。学問上の国区弁令 過労による病で59歳でパリで没した。クーランジュの著作群と研究方法は二つに分けられる。クーランジュは自身の方法をデカルト的会議を私学に適用したものと語っている。彼の掲げた私学研究のモットーは直接に根本資料のみを最も細部にわたって研究すること根本資料の中に 表現されている事柄のみを信用することかこの歴史の中に近代的観念を持ち込まないことであった。クーランジュの文献資料に関する知識は当時としては最高であり、その解釈についても他人の追随を許さなかった。しかし、彼は古代作家を無批判に信頼し、原点の信憑性を確認せずに採用した。さらに通説に、 ことさらに反対する傾向があった。クーランジュの文体は明晰かつ感銘であり、事実と推理のみを表し、当時のフランスシアの悪兵であった、漠然とした外括や演説口調の慣用語から脱却していた。後にティボーでは、クーランジュは歴史記述の文体を改革したと評した。クーランジュは、フランス中世の領主は、征服者である、ゲルマン人の子孫であり、 濃度は征服されたガリア人、ローマ人の子孫であるという俗説を批判した。さらに侵入したフランク人は制度をもたらすことはなく、フランク王国の制度や法はローマに起源を持つものである、と主張した。タキトゥスがゲルマニアで述べているような民会は存在しなかった。自由なるゲルマン国家が先制的なローマ訂正にとって変わったという説は誤りである。 クーランジュは、封建制度の起源について、ローマの土地制度が、フランク王国において継続されたと見解を述べている。フランク王国に、土地共有制が行われたという通説は誤っている。したがって、封建制度は、ローマ的でもなければ、ゲルマン的でもない。それは、政治組織から生まれたのではなく、個人生活の習慣から生じたものである。 これらの学説の多くは、ロマニストの見解と同じであり、その後の歴史研究によって知りけられはしたが、クーランジュが論破した俗説もまた復活することは、なかった。ありがとうございます。